武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は初代学東京の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、時間が90分で大問が4題で、問題は記述論述で出題されています。論述に関しては、まあ、30字40字程度の短いものから、長いものでだいたい150字程度で、トータルで800字から900字程度の出題量となってますので、割とトータルで見ると論述は結構多い形となってます。で、大問一個一個ごとに、まあ、テーマで、まあ、あの重要テーマに関して、まあ、それに関連したことを広く聞いてくるような形と、なっているんですが、まあ、割とそういう形で出てくるということで、周辺知識までちゃんと入れてないと、結構辛い、形になってます。なので一問一答的な覚え方っていうよりは、縦横のつながりを、ちゃんと整理して、またテーマで、ちゃんと整理してっていう練習が、重要になってくるかなと思います。なので、まあ、ナビゲーター、などの、参考書でちゃんと知識の整理をして、まあ、ノートを使ったり、もしくは各国別、地域別世界史 B の整理などの参考書でちゃんと、テーマをまとめておく、練習を、しておいた方が、いいかなというふうに思います。で、まあ、論述に関しては一個一個の長さはそこまで、長くない分、ただ短くまとめるっていう練習をちゃんとしておかなきゃいけない。で、その中で、ちゃんと、伝えなければいけないことっていうのを、まあ、正確に伝え切らなきゃいけないっていう部分があるので、まあ基本的には、分かる解ける書ける世界史論述、で、まあ、これ一冊やっとけば、まあ、論述で必要な知識そのものは十分だとは思うんですが、まあ、短い実数で練習したい、場合なんかは段階式、世界史論述のトレーニングをやったり、する、もしくは、まあ、長い論述に、を、まあ、なんていうか実数である程度分割して、まあ、テーマを分けて書けるように、練習をしておく、ことが、重要かと思います。で、割と記述問題も結構、出ますので、記述で減点されないようちゃんと完答できるように心がけて、ください。で、テーマ詞が多くなる分ですね、知識のつながりっていうのはかなり重要になるので、講義系参考書の読み込みは、非常に重要。また年代暗記など、ですね、こちらも、非常に重要となります。これらやっておかないと、結局その知識そのものが、用語は知ってんだけど、どういうつながりあったっけっていうのがわからないと、まあテーマ外した瞬間アウトになってしまう可能性が高いので、知識を広く、まとめておけるように心がけておきましょう。以上が首都大学東京の、世界史の勉強となります。